はい、こんにちは、僕監督します。イフットボールウィークレチャンピオンズカッズ。今日もこちらのゲームを実況プレイしていきたいと思います。さあ、今回ですけれどもね、昨日また新しい新カード出てまいりました。リンギオ。なんとね、ほぼ聞いたことがないような言葉なんですけれども、こちらね、まあ、イタリア語らしいんですけれどもね、まあ、獣のような激しい闘争心でボールを奪い取る猛者。まさにね、こういった意味らしいです。まあ、林業ってマジで使ったことないし聞いたこともないんですけれどもね、まあ、本当にね、いやただね、名前はちょっとね変な感じなんですけれども、搭載されてる選手カード凄まじいのばっかりです。強そう、まあ、このねカスタムセンス持った2人はもちろんのこと、セレクトスキル持ったこの4選手も素晴らしいんですよ。さあ、まあ、とりあえず1人ずつ見ていきたいと思います。選手カード紹介。まずはマルキーニョスですね。まあ、ここブラジル代表のマルキーニョス。まあ、いつまで搭載され続けるのかというところもね、あるんですけれども、これは強いでしょ、さすがに。ギャーディアン、スカイハンター、ディフェンスリーダー、インビジブルカット。いや、このスキル構成やっぱ最高ですよね。これはマジで今回、狙いたいところですね。そして、カスタムセンスはクラッシャーということで。まあ、ここもいいんですけれども、ヨシェコ・グバルディオル、ここも欲しいんよな。ディフェンスリーダー、インビジブルカット、スカイハンター、シューターの天敵。このシューターの天敵ってあんまり僕持ってる選手知らないんですけれどもね、まあ、どちらかというとこのグバルディオルの方が強そうな感じはしますよね。インビジブルカットがもう、常に搭載されている方で、セレクトがスカイハンターと、シューターの天敵ですね、選ぶことができるということで。まあ、でも個人的に、センスの方が優れてるのが、まあ、うちのチームではマルキーニョスなんで、まあ、マルキーニョスの方が若干いいのかなという気はしますが、グバルティオルでも全然欲しいですよね。まあ、カスタムセンスついたらね、まあ、ディフェンススキル強化 A はね、がまあ顔面一つね、約束されたようなもんなんでね。そしてニコラ・バレッラ、ここだけちょっと僕は、セレクトはついてるけれども少し微妙かなという気はしますね。バレッラあんまり今うちのチームにはね、そんな、なんて言うんだろう、あんまり、まあ、バレッラないんでね。てか結構売り続けてるんで、バレッラに関しては。なので、ちょっとね、育成難しそうだなっていうね、感じはします。そして、オーレリアン・チュアメニ。いや、チュアメニはマジでいいでしょう。今回初めてのカスタムセンスついて、カスタムセンス、セレクトスキルついてます。はい。まあ、ただ、スキル構成はそこまで強くないような気はしますが、ガソリンバンク、インビジブルカットとね、まあ、この2つプラス空中戦の試合、もしくはスルーフィード。ただうちのね、チュアメにね、すでにね、もうキラになってるんですよね。ここも実は欲しい。やはりね、マドリディストの僕としては、このチュアメにもね、捨てがたいところですよね。そして、デクラン・ライス。もうここカスタムになったか、カスタムね、セレクトになったことあったかなっていう感じなんですけれども、まあ、ようやくかなみたいな、感じですね。トルクモーター、インビジブルカット、ガソリンタンク、アーチバス。これはもう文句なしに強いですね、普通に。ようやくまあデクランライス。まあ、ただ、あんまり今は何て言うんだろう。グローリーとか持ってないし、育てるの本当に難しそうだなという気はしますね。そしてアントニオ・リュディガー。リュディガーも、まあ、ガーディアン、まあ、この強いのは強いんやと思うねんけど、まあ、インビジブルカップとかこれはついてないから、ちょっと正直少し微妙かなという気はしますね。まあ、インビジブルカップはついてないのはちょっと微妙かな、今回。この2選手ね、バレッラと、リュディガーね。まあ、ただ、リュディガーも育ってみると強くなるかもしれんしというところでね、まあ、引いていきたいなと思います。ちなみに、このリンギオ、24選手ね、いるみたいなんですけれどもね。まあ、24選手なんで、かなりね、確率的には厳しいと思いますが、今回こそね、セレクトスキル持ち、当てたいところです。さあ、行きたいと思います。ピックアップ11連ガチャ。サポーターゲームズの特攻ですね。はい。そして、一応これ見ときましょうか。まあ、確率的には2回引いたらピックアップ選手カードは1枚確定。まあ、いつも通りですね、これはね。ということで、とりあえず2蹴りやっていきましょうか。はい。行きましょう。では、まずは1発目。リンギオ。初めてのリンギオ。行きましょう。それでは一発目、赤旗のリンギオ、行きたいと思います。行きましょう。さあ、いやもうこんなばっかりだ、最近。なんやろな、年末に向けて、本当に気がすごい悪い気がしますけれどもね。まあまあ、一発目。あ、毒出た。毒は置いといた方がいいよな、さすがに。今、シティでね、絶賛ブレイク中やからね。ソルバッケンとかも出た。そして、ソルバッケンとかどうでもいいけどな。9連目。はい、アスピリくれた。そして10連目。おー伊藤選手はこれキラになってます。さあ、11連目。やっぱり星4だった。くそ、オタビオ。はい、オッケー。というか、まあ、問題は次よ。
次にね、金旗引けるかどうか。さあ行きましょう、まあ、林業果たして次回がどうなるのか。これもほんまに怖いな、もう毎回毎回ちょっと今回はこそは引きたいんやけどな、さすがに。うわー、金旗や、申し訳ない。まあガチャ出てから2日目なんですけれども、2日目に引いてなんかいい思いした思い出がないような、ね、気がしますよね。まあ、しゃあないね、これ。行こう。しゃあない、しゃあない。いやー、頼む。逆転起きてくれ。いや、でもこれもう、さすがにな、もう、この年末近づいてきている段階で、これを44年行くのはちょっとな、良くないと思うわ。やめとくわ、ここでな。相馬選手。そして、長友に、カステナジンみたいなね。で、ディエゴ・コスタ。そして9連目。星5にもなれへんね、これ。10連目。あ、やっと星5になった。さあ、ここよ。林業は出ない。惜しむへん。そして、あ、100になってんで、でも。あ、でも、上がり幅良くない。一応林業。初連って。下出すなジョーカーみたいな感じじゃんけ。何しとんねん、これ。オッケー。林業。一応行きました。マルコス・ジョレンテ。金旗、気持ちよく金旗にしてくれよな。トルクモーター、ドロップシュート。いや、まあでもかなり微妙やな、これ。まあ微妙っていうか、もうセレクトついてない時点でもあかんねんけどな。ただ、いろんなポジションできるんで、まあ、しかも星4やな、確か、ジョレンテって。あ、星5やったっけな。まあ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 、ね、上限上げながら、覚醒を待つしかないみたいなね、状態ですかね。はい。ということで、まあ僕のね、初めて、まあ林業でね、新しいリアリティ来ましたけれども、初めてはマルコス・ジョレンテでした。はい。ということで、いや、かっこいいカードは出てきたんやけどな、林業ってな。いやー、本当にチュアメニはまあいいけど、欲しかったな、このマルキーニョス・グバルディオルはな。ここはマジで欲しかったけれども、やはりちょっとね、今回縁がなかったみたいです。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。